こんにちは、ヤオミセラピストのマリです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。私は現在東京の目白で個人サロンをしています。今年で12年目になります。私のサロンには5年以上通ってきているお客様が多いことから、どんな風にやっているのか知りたいと要望があり、お客様と長く付き合っていくための秘訣をセラピストさんに教えています。セラピストの仕事って素晴らしいと思うので、ぜひ長く続けていってほしいのです。しかし指が痛くて体を壊してやめてしまう方も多いと聞きます。ヤオモミなら背負いマッサージでセラピストが指を痛めることもなく、お客様の体を壊してしまうこともありません。お客様に喜ばれながら5年10年と長いお付き合いができます。セラピストから世界をより良くしたい、そんな思いで活動をしています。よく間違えられるのですが、やわもみという主義を教えているのではありません。今やっていることを見直して、セラピスト本来の仕事をするための考え方、理論を悩んでいるセラピストさんに教えています。指が痛くてつらい、お客様に満足してもらえているのか不安、そんなセラピストさんに向けて無料のメール講座を配信しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら登録して読んでみてくださいね。セラピスト長く続ける秘訣、これからも動画で配信していきますので、よろしくお願いします。